ゲラルドス・メルカトル、ゲラルドス・メルカトル、ジャーハードス・メルカトル、1512年3月5日から1594年12月2日は、16世紀ネーデルラントの地理学者。ほとんどの場合、メルカトルの名で呼ばれるが、本名は、ゲラルト・デ・クレーマー、またはクレメル、ジャーハード・デ・クレーメルである。地図の投影法である、メルカトル図法で知られる。 かつてベルギーのセンフラン紙兵にその肖像が描かれていた。メルカトルは1512年、フランドル、ゲンベルギーノで、ドイツ人の両親の6番目の子供として生まれた。メルカトルは、ラテン語名で、商人という意味である。1526年に父親を亡くした後、スヘルトーヘンボスに移り、教会の世話の下で学習に励む。1530年に、 元ベンカトリック大学に入学し、気化学、天文学、地理学を学んだ。1534年からは、有名な数学者であるゲンマフリシウスと共に、地球儀、人形、アストロラーベなど、科学危機器策作の仕事を始め、1537年まで継続し、成功を収めると共に、地図や、海図の掘り板にも手を染めた。この間の1536年には結婚し、 6人の子を設けることとなった。1538年に出版されたメルカトルの初めての世界図は北アメリカと南アメリカという地名を最も早く記載したものの一つであった。またこの地図ではアジアとアメリカが別の大陸として描かれている。その考えは地図制作者の間では有力になっていたがベーリング海峡が発見され、 それが証明されたのはずっと後のことである。当時は学問が宗教と対立することもあり、地図制作者は疑いの目で見られた時代だった。メルカトルも1544年にいたを問われて逮捕され7ヶ月の間牢につながれている。釈放されたのは大学の働きかけによると言われている。1551年に大学設立を考えていた。 ユーリヒーコールクレイフェイコール、ベルクコー・ビルヘルム5世によって、デュースブルクに招かれたメルカトルは、1552年に家族ともども移住し、その後は、ベルクコー・ビルヘルム5世の被護を受け、デュースブルクの地で残りの生涯を送ることになった。フランドル地方は、古くから商業の中心地として栄え、また、ヨーロッパでは15世紀末頃から大航海時代に入りつつあり、 この地域も貿易の中継地として発展しつつあった。彼が考案したメルカトル図法は公開用の地図の図法として重要な発明であり、地図制作の歴史に大きな功績を残した。1554年に出版されたヨーロッパ地図では従来の地図を大きく訂正している。ことに地中海の東西の距離はそれまでプトレマヨスに従って、 軽度で62度にわたるものとみなされていたが、メルカトル図では53度、それでもまだ10度ほど課題であるが2まで縮小され、また、陸地の輪郭や、内陸の状態も著しく改められた。1569年には、メルカトルの名を普及ならしめた、世界図が完成した。1.321.98メートルの大型の地図で、あり、記載された地名は豊富で、 多くの中期も記されていた。この世界図ではヨーロッパやアフリカの形態はすでにプトレマイオスの影響から脱していたが東アジアやアジアアフリカの内陸の部分ではまだプトレマイオスやマルコポーロの記述によったところが多い。メルカトルは早くから世界各地の地図を総合した世界地図帳を編纂する計画を持っていたが原図となる各国の地図を入手しがたいことや 地図の銅板彫刻に多大の時間を要するために計画は容易に実現されなかった。ようやく1585年にフランスネーデルラントドイツの51地図が、また4年後の1589年にはイタリアスラボニアギリシャの23図が出版されたが、1594年にメルカトルが没したので、翌1595年に息子のルモルドによって、 イギリスその他のヨーロッパ諸国とアジアアフリカアメリカの諸図を加えた107図による地図帳が完成した。兄弟はメルカトルの意志によってギリシャ神話の天空を支える巨人の名にちなんでアトラスと名付けられた。以後、地図帳はアトラスと呼ばれるようになる。メルカトルの時代にはまだ積文法は知られていなかったので赤道からの移線距離の算出をメルカトルは 急数の輪として近似的に計算したにとどまり、作図に必要な数学的根拠を明らかにしなかったので、メルカトル図法は普及するに至らなかった。解図をはじめ世界図にも用いられるようになったのは1599年に、イギリス人のが数値計算法、共有リーマン和による方法を用いて、遺線距離を導き出し、作図に必要な数表を作成してからである。 この移線距離は生活関数を非積分関数とする定積分で表され、当該積分はアイザック・バローによって初めて閉じた式として求められたとされ、年代負六1668年にジェームス・グレコリーによっても求められた。今日ではこの移線距離式はグーデルマン関数の逆関数、ランベルト関数とも呼ばれるに相当すると解釈される。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。